ウフクタレイは、オーストラリアシドニー出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。トルコ系オーストラリア人であり、名字については、オーストラリア英語及び、トルコ語の発音では、たらいが、より近い。NSL のマルコーニスタリオンズ FC でキャリアを、スタートさせ、1992から93、シーズン終盤に、スティーブ・コリカの代役として、 出場機会を得る。実力を認められて、翌シーズンからは、チームの主力としてプレーした。1995から96シーズンからは、自身のルーツであるトルコで、国内選手扱いとして、ガラタサライ SK に入団するが、所属期間6年のほとんどを期限付き遺跡で、渡り歩くこととなる。2005から06シーズンより、A リーグシドニー FC に所属し、 オーストラリアへ復帰する。移籍1年目より主力としてプレーするが、シーズン終盤に膝を故障。2005年の FIFA クラブ世界選手権で来日しているが、途中出場の1試合のプレーに終わる。2008年1月にはクラブでの活躍が認められ、31歳でオーストラリア代表に初招集されたが、出場機会は訪れなかった。2008年2月18日、 一年契約で J2 アビスパ福岡と一年契約を締結。クラブが二次キャンプを行っている宮崎へ直接合流した。福岡では数ヶ月前までシドニー FC にて同僚であったマークルダンやかつての監督であったピエール・リトバルスキーと再び一緒にプレーすることになる。 中盤の攻撃の起点として36試合出場5得点を記録するが、契約満了により1年で退団する。2009から10シーズンにより A リーグに新規参入するノースクイーンズランドヒューリー FC に加入。同クラブではキャプテンを務めた。2011年3月11日、オーストラリア州リーグの一つ NSW プレミアリーグに所属する。 シドニーユナイテッド FC に加入した。現役引退後は指導者に転身し、U-17 オーストラリア代表でアシスタントコーチを務め、2016年からはポールオコンに代わり U-20 同代表を指揮。2018年6月18日に退任し、かつての同僚であるスティーブ・コリカ率いるシドニー FC のアシスタントコーチに就任する。 2019から20シーズンより、ウェリントン・フェニックス FC の指揮官として招聘された。ありがとうございます。